SIR に就職するもスキルが身につかず自信が持てません大卒で現在25歳入社2年目です従業員数約300人の小規模な SIR で働いています大学では情報関係のことは全く勉強していなくて未経験者として入社しました IT 業界を選んだ理由は都内で働くことができてスキルが身につきそうだからという非常に安易な理由です最近仕事のモチベーションが下がり気味だったのですが山堂さんのブログの記事を読み少し希望が見えてきました 現在抱えている仕事上の悩みがあって、それを相談させていただきたいと思い、問い合わせをさせていただきました。長文で申し訳ないですが、何か助言をいただけたらありがたいです。一私の会社は小規模なため、案件は三次受けくらいのものがメインです。そのため、お客さんの予算が少なくなると、人減らしの対象になりやすいです。現在私は入社して1年3ヶ月ほどしか経っていないのですが、3回も移動がありました。今年の6月で3カ所目のプロジェクトから外されて、7月からは自社待機です。 移動するたびに一から簡単な仕事、エクセルでの資料の作成、障害連絡表の作成、単体テスト等を任されるだけなので、スキルがほとんど身につかないです。最初からいきなり重要な仕事ができるわけがないのは承知していますが、仕事を覚えない内に次から次へと移動になってしまっていて、最近はモチベーションも下がり気味です。自分にはスキルがないので、コーディングの経験は業務では全く無、プライベートでもほぼ無、仕事もなかなか見つからないようです。二同業他社の教育制度を知らないのですが、私の会社は教育体制が整っていないのではないかと思っています。 1>, 1年目に受けた教育としては、Java の外部研修、約2週間、を受けましたが、深度が早すぎてよくわからない内に終わってしまいました。会社から課された Java の初心者課題というのもありましたが、私にとっては難しくて結局答えを移して終わらせてしまいました。良くないことだとは分かっていますが、業務時間内には着手できないので、休日に自宅で一人でやるしかありませんでした。1、2の解決方法として、今の会社を辞めてプログラミングスクールに通い、基礎から勉強し直してスキルを身につけてから就職し直す、というのもありではないかと最近思い始めています。 独学での勉強を試みたことは何回かありましたが、何かを作りたくて勉強したわけではなく、勉強のための勉強となってしまっていたためか、モチベーションが持続しませんでした。それとも、休日にプライベートの時間を削ってでも何かソフトを作ってみよう、くらいの意気込みがない人には IT 業界は向いていないのでしょうか。今後、どのようにしていけばよいか、非常に迷っています。何か助言をいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。読者の方から相談メールをいただきました。同じような悩みを持っている方向けに回答内容を一部紹介します。 プログラミングスクール以外の選択肢、開発ができるくらいのスキルを身につけるには、やはりプログラミングスクールに通った方が良いのでしょうか。独学ではこれ以上スキルアップできる自信がないです。独学ではこれ以上スキルアップできる自信がないということであれば、独学以外の方法を試してみるのが良い,いでしょうね。プログラミングスクール以外にも動画講座もいいと思います。最近私は UDEMY で勉強してます。プログラミングスクールよりもずっと安い費用で学べるのでコスパ的にもおすすめです。UDEMY には Java 講座もあります。 私の場合、Web やゲームなどの経験ある分野では新しい技術も独学でいけるのですが、人工知能やセキュリティなどの不得意な分野だと、動画講座が良かったりします。あとは、わからないながらも、現場のソースコード、Java、C 言語を読み続けていくことです。たくさん読み続けていくと、量が質に転嫁する時が訪れます。あ、わかるようになってきたと。わからない部分について先輩社員に尋ねてみるのもいいでしょう。とにかく、そうやって目の前の課題にあの手この手で取り組み続け、没頭していたら、ある時、わかるようになってたってなる、そんなイメージで取り組まれたらいいんじゃないかと思います。 価値を感じないものにモチベーションは湧かない。仕事内容としては、上に書いたようにスキルのいらないものばかりですが、これが原因でしょう。価値が感じられない仕事をしても、すぐ忘れてしまいます。価値のないものを忘れるのは正しいことです。あなたは物覚えが悪いのではなく、正しい反応をしています。スキルのいらない仕事すらできない能力の低い人には、そもそも IT 業界なんて向いていないのではないかと自信を失っています。前述した通り、逆でしょうね。スキルのいらない仕事には価値を感じないから興味、意欲も湧かない。よって、スキルのいる仕事に移ることを目指すべきです。 今の会社でそれが難しいのであれば転職を考えてみるのも良いと思います。その後、ご返答をありがとうございます。なんだか希望が見えてきました。より大きいプログラミングスクール以外にも動画講座もいいと思います。最近私はユーデミ y で勉強してます。動画講座の存在は知りませんでした。プログラミングスクールに比べて費用も安いですし、これで勉強をしてみたいと思います。より大きい跡は、わからないながらも現場のソースコード、Java、C 言語を読み続けていくことです。 難しいし、私の業務とは関係ないからソースコードを読まなくてもいいと思ってしまっていた部分があります。業務とは関係なくても、時間のある時に読んでみて、質問をしてみます。より大きい価値のないものを忘れるのは正しいことです。より大きいあなたは物覚えが悪いのではなく、正しい反応をしています。正直驚きました。他にも数名の方に同じ相談をしたのですが、このようなアドバイスをくれる方はいませんでした。より大きいスキルのいらない仕事には価値を感じないので、興味、意欲が湧かないので、スキルのいる仕事に移ることを目指すべきです。 興味、意欲が湧くようなスキルのいる仕事をぜひやってみたいです。そうは言っても、まだ転職できるようなスキルもないです。とりあえず、自分で何かものを作りながら技術の勉強をするというスタンスで、自力で可能な限りスキルを身につけたいと思います。応援してます。頑張ってください。